いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思いますもちろん無料ですこの動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思いますそれでは本日の3問をご覧くださいそれでは11月16日の3問に入ります A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったその後 A が死亡し B が単独で相続をした場合には B は追認を拒絶できるが C が A の無権代理につき善意無過失であれば C は B に対して損害賠償を請求することができる。丸かツかという問題です、えー。ちょっと長いので考えたい方は、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。えー、まず、A が B の代理人としてということなので、A が代理人で、B が本人。で、C が相手方、契約の相手方となります。で、この A っていうのは代理人なんですけども、ここにも書いてある通り、無権代理人なんですね。 で、この無権代理人が死亡したと書いてあります。死亡して B が単独で相続をしたということなので、まあ考えられることで言うと、まあ、A がお父さんで B が息子さんとか、まあそういったイメージですね。で、まあこの場合 B は追認拒絶できるが、まあ本人ですね。本人 B は追認拒絶できると書いてあって、で、一方で C さんっていうのは、この無権代理人であることを過失なく知らなかったっていう状況なんですね。 で、この場合、C さんは B に対して損害賠償請求することができる、丸るか罰かという内容です。まあ、二つ質問されていることがあって、B は追認拒絶できるという内容と、C は損害賠償請求することができるという、まあ、二つが質問されている状況です。で、答えは丸ですね。無権代理人 A が死亡して、本人 B が単独相続すると、無権代理人 A の 債債権債務を承継することになりますこれ本人が承継するつまり無権代理人が死亡することによって無権代理人の債権債務が、まあ、B さんが、ねえー、単独相続するわけなので承継する相続するわけですよで今回 C さん全員無過失ということなので C さんは無権代理人に対して責任追及する権利を持つんですね具体的には損害賠償請求権を持つんですよ C は A に対して損害賠償請求できるこの権利を持つと逆を言うと A さんは損害賠償の債務を負うわけですねそれが B さんに相続されたということなんですよってことは C さんは B さんに対して損害賠償請求することができるということなんですねで一方で B さんは本人の有する追認拒絶権を持っています本人 B っていうのは追認拒絶権ありますよね 無権代理行為をされた場合、B さんというのは追認する権利もあるし、追認拒絶する権利もあると、まあ、その権利を持っているわけですよね。でつまり、B さんは追認拒絶をすることはできるけども、損害賠償請求されることもあるよと、まあ、いうことなんです。まあ、だから今回の問題、丸なんですね。ただ、これだけ覚えても、これ、非効率なんですね。つまり、勉強の仕方が悪いと、まあ、いうことなんですよ。比較する、理解する。 これれを実践ででききば効率的な学習ができますで。今回は特に重要な2つを比較して覚えることが重要なんですねで個別指導の受講者様は合格テキストの P25 ページこちらをご覧くださいでここには3つのパターンが記述されていますなので比較して頭に入れていただければと思いますもう具体例書いてありますのでその具体例を頭に入れましょうでその中でも上2つっていうのはすごく重要な、まあ、基本的なものなんですね なんで、上2つは絶対に覚えていただいて、まあ、もう1つの方もできれば頭に入れてください。で、受講者さんには、受講者専用のメルマガで動画で解説しておりますので、そちらご確認いただければと思います。で、2番ですね、罰則です。宅建業法の罰則です。宅建業者は販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、 監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがある、○か×かという問題ですで。答えは丸ですね。著しく事実に相違する表示、これは古代広告に当たるんですねで。古代広告をやってしまうと、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または陛下、陛下というのはこれどっちもということですね。 に処せられることがあります。なので、今回の問題は丸になるということですで、す。この罰則についてなんですけども、これ覚えるの正直大変なんですよね。で、個別指導では、これについてどのように対応するかもえお伝えしております。これも受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、ご確認いただければと思います。で、3番ですね。え市街化区域において、A が所有する面積3000平米の土地について、B が購入した場合、 A および B は事後届出を行わなければならない。丸か罰かという問題です。市街化区域内において2000平米以上の売買を行う場合というのはこれ事後届での対象となりますよね。なので今回事後届での対象なんですよで。今回 B が購入したとで。そのような状況で問題文は A および B が事後届で行わなければならないと書いてあるんですけれども、これツですね。事後届出が必要なのは 買い主だけなんですよ。売り主 A さんは届出する必要ないんですね。従って誤りだということになります。でちなみに B さん、事後届出必要なんですけども、いつまでに届出が必要かというと、契約締結後2週間以内です。契約締結後2週間以内に、まあ、知事に届出をしてくださいよということですねで。ちなみに関連知識として、この2週間以内にこれ届出しなかった場合どうなるかっていうと、 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。で、この場合も罰則、これ受けるのは飼い主だけですねで。なぜかっていうと、売り主 A さんはそもそも届け出義務ありませんので、別に届け出をしなくても罰則は受けません。まあ、上記のように関連知識というものを一つのストーリーとして頭に入れていく。これ非常に効率的に頭に入れることができるんですね。単に問題が解けるかどうかの勉強だけじゃなくて、 一つの問題から関連ポイントに広げた学習をしていくと。これが宅見合格の秘訣の一つなんで、ぜひですね、実践していただければと思います。で、個別指導については、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますのでえ、ご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオノでした。